なんでそんな目で私を見るの？私は月見そう。いつもみんなに迷惑かけっぱなしで。すいません。緊張してしまって。いつもみんなに迷惑かけっぱなしで。退屈で死にそうだわ。どこか面白いとこへ連れてってよ。なん。万物は形を変え、続いていく。相手が怪物であろうと人間であろうと、どうでもいいことだ。古紙と神聖は交互に繰り返すのよ。Sex. どうした？うん、大丈夫。戦だ。緊張して当然さ。自分の使命を覚えてるか？弥生族を倒し、飛剣の道を切り開く。そうだ。それが我々守護者としての使命。前進を続けよう。さあ、飛剣の道の奥を目指そう。モンスターだ！倒せ！障害はなくなった。先へ進もう。キャラどもを守るのか。まあいい、時は来た。気をつけろ。今まで見たこともない恐ろしい敵だ。来るぞ。危険の道を切り開かないと。そうじゃない。
もっと切実な願いを。より激しく、より切実で、より本能的な。生き延びるわ。聞こえた命の願いが。授けよう、原始の力よ。傷が回復した。あなたは一体。花精霊アイリスよ。一緒に戦うわ。ねえ、ねえってば。おーい。ねえ、早く起きてよ。お？まったく。もっと近づいてよく見て。私、え？モンスター？一体どんな？あなた、まさか夢の話をしてるんじゃないわよね。暗闇であろうと、私の心はいつも光を向いている。
最近よく昔のことを思い出してな。風があって気持ちがいい天気だ。風があって気持ちがいい天気だ。どこに行こうが、ここは永遠にそなたの家だ。理性の声に耳を傾けるのです。
理性の声に耳を傾けるのです。理性の声に耳を傾けるのです。私の心は剣のように折れはしない。あなたさえいれば私は安心。
最近よく昔のことを思い出してな。理性の声に耳を傾けるのです。氷の中に永遠に眠りなさい。